元年12月23日は、江戸時代の前週中の臨済修明神寺派の学僧である。忌み名は道中。号は、しげるう道、商標道。属性は、熊田市で、田島国の出身である。最初、伊豆市の如来寺で小僧となり、1660年、8歳で、上落死出家して、明神寺流芸院の軸院祖門の門弟となり、司法となる。その後は、 紀の国吹上寺の一道、越前国大安寺の木院の下に参前、一旦帰京して、竜芸院に従六1677年、25歳で死の後を継ぎ、竜芸院の第二世に就任する。この頃すでに、前席などの講演に加わり、大愚州蓄門家の木院について修繕に励んでいた。また、各地の戦略に教えをこい、前席以外の部典、関席、歴書、 中国、日本の小説の類や、古籍などの手術の分野にわたる書本を少量した。そして、古版本や古写本の小写しや交換を行った。自ら前席の公説を行うことも多く、注釈書や辞書の類いを多く表し、その中で、金武指貝十八において、鈴木正蔵の二王前を、消防現像新表による道元の 消防現像中の大英の言及を、大爆撃による大爆襲をそれぞれ批判した。その緻密な方法による行績軍は当時にあっては異彩を放っており、近現代になってからもその学問的評価は揺らぐことがない。1707年55歳で妙心寺の十字となる。1714年62歳の時に妙心寺に最中 1722年、69歳で、妙心寺に参住する。1723年、70歳で、流言に隠居。延長元年12月23日、92歳で、没する。全374至911巻と、称されるほど、数多くの著作を残した。以上、辞典類以上、注釈書以上、肯定書その他、ありがとうございます。